ベンガルールメトロはインドのベンガルールにおける大量輸送機関である。メトロはベンガラールメトロレールコーポレーションリミテッドによって管理されている。最初の区間であるバイアパナハリー駅から MG ロード駅までの区間は2011年10月20日に開業した。ベンガルールにおける大量輸送機関は20年ほど前より考えられていた。しかし、 計画の最終的な承認にあたり、地下鉄運営の先例となる、デリーメトロを運営する、デリーメトロレールコーポーテーションの参加させたこと。インド政府のコンサルタント会社であるライツ、リミテッドなどは2006年4月まで動かなかった。建設の理由としては、移動時間の短縮、交通事故や燃料使用量の削減、環境汚染の軽減などが挙げられている。計画の概要は、 DMRC によって立案され、ライツは計画をいくつかの段階に分け、第一段階として、高架橋と地下トンネルを組み合わせた、総延長 33km の路線、駅数32個を整備することをまとめた。期間については、デリーメトロの多くの路線や、インド国鉄の路線が採用する 1676mm の後期ではなく、 1 4 3 5ト、mm、ルの国際標準機の採用が提案された。フェーズ1の建設は2005年に開始される予定であったが、州政府はこの建設が経済的に適切か否か、町にふさわしいか否かということで議論したために2006年2月までずれ込んだ。同年4月25日にインド政府は5400クローネでプロジェクトを承認した。 2006年6月24日、インドの首相であるマンモハンシンが置かれた。2007年4月15日には、最初の区間となるマハトマ・ガンディーロードとバイアパナハリーの間の建設が始まった。2007年、BMRCL は北部への延伸計画と南部への延伸計画の一部を前倒しし、フェーズ1で建設する区間に取り入れると発表した。これにより、 フェーズ1で建設される区間は2つの路線の合計4 2トル、駅数は40に拡大した。この計画によりメトロはベンガルール外環乗船道路とつながり、ペーニャなどの工業地帯に達することになった。州政府はこの計画変更に伴う追加予算1592クローネを2008年10月に承認した。当初の計画では、 最初の路線は2010年3月に開業する予定であった。しかし、建設が遅れていたために、BMRCL ではこれを同年12月に変更、さらに2011年4月、同年9月と、たびたび延期された。最終的に同年10月20日午後4時に、一般向けに開業した。今回開業したのは、フェーズ1で建設予定の2つの路線のうちの1つ、 パープルラインである。メトロ開業の反応はとても大きく、BMRCL の発表によれば開業後3日間で約17万人の利用があったという。開業後早々からメトロを通勤で利用する人も現れており、開業後12日間で売り上げは1クローネに達した。ベンガルールメトロの建設はいくつかの段階に分けられており、一つのフェーズの中にはいくつかの短期目標が 設定されている。フェーズ1、フェーズ1では2路線が整備され、路線の総延長は 42km、駅数は41である。フェーズ2、フェーズ1のすべてが完成した後には、フェーズ2、2A、2バイトが予定されている。このフェーズでは、既存2路線の延伸に加えて、新規3路線の計画がある。フェーズ3、既存路線の延伸及び、新規2路線の計画がある。 車両はステンレス車体の3両編成で両端の2両がモーターを持つ動力車。中間の車両が付随車であり、MT 比は 2M1T となっている。車両連結面は広く作られ、車両間の移動は楽に行える。空調装置の設置位置はアクセスしにくい位置に設置されているものの、多くの機能が自動化されており、運転手が自由に調節できる。一編成三両で、 定員は約1000人である。ロングシートを採用することで床面積は広く立ち客に都合が良くなっている。最高速度は時速 80km である。入札には鉄道車両メーカーの53夜であるボンバルディアトランスポーテーション、シーメンス、アルストムトランスポールがそれぞれ参加。これに対してインド国営の重工業メーカービムルはプロジェクツインディアリミテッド、 日本の三菱、韓国の現代ロテムなどと連合を組んで対抗した。2009年2月、ビムル率いるコンソーシアムが、フェーズ1の50編成150両の契約を落札した。三菱は、車両の伝送品を、ビムルとロテムは、車体や台車を納入することになる。2010年12月には、最初の試運転が行われた。電化設備は、 直流7 5 0トの第三機乗方式で線路脇のレールから車両に供給される。2009年12月、アブグループがフェーズ1の区間にこのシステムを納入することが決まった。アブは機器の設計、供給、設置、4つの変電所の管理の委託を受けている。アブはこれに加えてシステムを集中管理するスッカダを納入している。中央指令室は バイアパナハリー駅構内に設けられており、列車や各駅に指令を出すことができる。緊急事態になった時に、乗客は乗務員と音声による会話ができるようになっている。2009年9月、アルストムグループとプロジェクトインディアリミテッドが率いる、コンソーシアムは563クローネで、フェーズ1で建設される区間の信号設備等の納入契約を落札した。内容は、 システムの設計、供給、作成、設定、テスト及びシステムの管理である。この契約には200個の ATG のシステムの納入が含まれている。ATG は運行時の安全性を上げるだけでなく、柔軟な運用を可能にし、乗り心地も良くなるすべての列車で Wi-Fi による公衆無線 LAN が使用でき、ノートパソコンやタブレットを使って、 インターネットを利用することができる。これはインドの地下鉄では初の試みである。非常時には乗務員と会話ができるようなシステムが備わっており、非常時にはボタンを押すことで指令室や乗務員と通話できる。各駅には AED が設置される予定である。AED の設置によって利用客の突然の心停止による死亡を防止することが 期待されている AED の設置にあたり、BMRC 職員たちに対する機器の使い方に関する教育が行われる予定である。機器の製造は、インドの会社、アプテップサーキッツリミテッドが行う。脱線を防止する構造は2つある。BMRC は、車輪が軌道から外れることを防ぐ脱線防止ガードを設置した。少しの脱線ならば、 この脱線防止ガードとレールの狭い間を車輪が通る。これにより脱線した列車の進行を妨げ、横転、転覆などの重大事故を防止する働きもある。二つ目として、脱線してしまった車両が高架橋から落下するという事態を避けるために、高架橋の側面にはコンクリートの壁を連続して配置した。BMRCL は、 オートマティックトレーンプロテクションシステムを設置している。もしも列車前方に物体や他の列車があった場合、運転士がブレーキをかけなくともシステムが自動でブレーキをかけて停車させる。列車がスピードを出しすぎていると判断した場合にもブレーキがかかる。高架橋を支える柱は100年から120年の寿命で設計されている。柱は破壊、温度、風、 圧力、疲労などの検査を受けている。インドはインドプレートの上にある国で巨大な地震がたびたび起こることで知られる。メトロについても地震についても考慮されている。地震については EN、アースクエークハザードゾーニングオブインディアのゾーン3に相当するものを考慮している。このマップではゾーンは1から5までの5段階に分けられ、 数字が大きくなるほど地震に対するリスクがある。ちなみに、ベンガルールはゾーン2であり、メトロはそれよりも安全に考慮したものとなっている。メトロの構造物である柱やコンクリートは、通常のものよりも10%以上厚みのあるものを使っている。2011年現在、メトロでは、個人の持ち物について、 大きさが 60cm、X45cm、X25cm を超えるもの、もしくは重さ 15kg を超えるものについては、原則車内への持ち込みを認めていない。この大きさ以内であっても危険物については認められない。具体的には、石油類などの可燃性の液体や固体、毒物などが該当する。現在、手荷物については、 BMRCL から委託された警備会社が行っている。将来的には各駅に2台もしくは3台のスキャナを設置する計画がある。各プラットフォームには警備員が配置され、写真撮影は厳しく制限される。BMRCL ではメトロの高架橋上を使って雨水を集めようと計画している。このプロジェクトには民間企業の参加のもとで行われる。 メトロの高架橋は平均28メートル間隔でコンクリートの柱で支えられている。柱には収水用のパイプが設置されており、計画では毎年6月から11月までの雨を集めるという。BRMCL の言い分では高架橋の清掃を定期的に行うことで水は汚染されないだろうと言っている。車両から漏れる油による汚染については、 車両の構造上を漏らさないので大丈夫だとしている。BMRCL では、ペーニャにある140エーカーの基地のうちの19万、平方フィートを使って5万 L のタンクを2機し、そこに貯水するという計画もある。もしくは、各駅の地下を利用し貯水するということも考えられている。これらの水は水を必要とする場所へ供給されるか、地下水の補充用としても考えられている。 この計画に参加する民間企業には貯水タンクの位置の選定、集めた水を引用可能なレベルに浄化し、期限内に大部分の消費者に渡すことが求められる。契約では15年以内に雨水の集積、加工、販売の仕組みを計画し、整えなくてはならない。カーナターカルーラルインフラストラクチャーデベロップメントは、このプロジェクトに名乗りを上げている。この会社は、 年間80万リットルの水を集める能力があると見られている現行区間の最低運賃は10ルピー、最高運賃は15ルピーである。メトロの乗車券はいずれも IC チップを内蔵したもので仕組みとしては日本のスイカやパスモと同じである。使用方法も同じで改札口で改札機にかざして入場する。片道移動の時は IC チップ内蔵の代用貨幣が発行され、 下車駅の改札で回収される。IC チップを内蔵したカード、コンタクトラススマートカードというのもある。カードの種類は以下の4種類ある。IC カードの通信規格には NXP セミコンダクターズが開発した m i f ア a を採用しており、改札でかざすだけで自動的に運賃が差し引かれる。メトロの運転時間は6時から22時までとなっており、 6時から8時までが15分間隔、8時から20時までが10分間隔、以後終電まで15分間隔となる。2021年までに運転間隔を3分ごとまで増発する予定である。2012年3月5日に10時30分過ぎ、MG ロード駅にて16歳の少年が列車に身を投げて死亡した。これはメトロ開業員後最初の死亡事故である。 ありがとうございます。